陳情とは、中世日本における、訴訟文書の一つで、訴人の訴状を受けて訴えられた、論人が訴えに対する反論と事故に非がないことを、訴えるために訴訟機関に提出した、上申文書。史上とも言う。陳情と訴状を合わせて訴え陳情という。訴人の訴えを受けた、訴訟機関は、訴えの対象になった、論人に対して、 ソニーからの訴状と訴訟機関からの文状を送付した。これに対して、論人は、訴状の内容に、異論、反論がある場合にその内容を記した陳情を、送付した。陳情は本来は、会場の形式で書かれるものであったが、実際には、会場が変化した申し状の書式で作成された。書き出しは、冒金陳猿、冒金弁猿。 帽子根性などで始まり、書留は、防帽鎮る助見、帽弁さる助見、死根性助権で締めくくった。当然、ニ人は、論人の陳情に対して逆に反論する権利を許しており、ニ人、論人とも三度まで訴え陳情を提出することが認められていた。これを三問三等という。その際に三度出される陳情を区別するために、最初のものを、 初登場と呼び、以後、二登場、三登場と呼ばれた。また、二登場、三登場を合わせて、十陳状とも称した。論人は陳状を期限までに出さないもしくは提出を拒否した場合は、陳状位反と呼ばれ、素人の訴えが正しいものとされて、論人の敗訴とされたが、論人が有力検問の後ろ盾を持つ場合には、 帰って意図的に、陳情位反を行って、蘇人や、訴訟機関に圧力をかける場合もあった。ありがとうございます。